トランケンは、太陽国、南部の県の一つ。クラビー県、ナコーンシータンマラート県、パッタルン県、サトゥーン県に接し、アンダマン海に面する。トランケンは、アンダマン海に面し、46の島を有する。陸地のほとんどは、丘陵地になっていて、カオルワンやカオバンタットなどの山を有する。さらにそれらの山は、メートランや、 メイパリアンなどの県内の主要河川の源になっている。小規模な滝を多く持ち、一部温泉も有する。河川を通じ、海岸線からアンダマン海に注ぐ。パークメインビーチは、明美な景勝地として有名である。このラコットと呼ばれる、島の真ん中だけが空いて、砂地となった場所があり、名所となっている。トラン近郊の海岸では、ジュゴンが多く見られ、一部は、 ハート茶を毎回お公園として国立公園に指定されている。トランケンは大国内で初めてパラゴムの木の農作物が植えられたところと言われている。このゴムの木は1899年プラヤーラスサダーがマレーシアから密かに持ち帰り植えられたものの子孫だと言われている。検証検証には東大橋がデザインされている。喧嘩はジャカランダフィリサイホーリア。 剣木はパラゴムの木である。トラン剣は10の軍に分かれ、その階に87の町と723の村に分かれる。ムアントラン軍、カンタン軍、ヤーンターカーオ軍、パリエン軍、シカオ軍、フワイオート軍、ワンウィセイト軍、ナーヨーン軍、ラッサダー軍、ハートサムラーン軍。ありがとうございます。